はい、こんにちは。物欲名古屋人です。ついにね、この時期がやってまいりました。何かと言いますと、車検です。車検、私マツダの CX-5 に乗っております。以前も納車であったりね、時々紹介していますけれども、 CX-5 乗ってるわけですけれども、車検、初回車検ですかね、初回車検がやってきましたので、結果いくらかかったのかというところ、以前マツダのアクセラ乗ってた時も車検の費用ね、提示というか紹介しましたけれども、 CX-5 乗ろうとしている方、またね、同じく CX-5 乗っている方、参考にしていただければ幸いです。まあ、これはね、非常にオーソドックスというかベーシックな金額かなと思います。特にね、私の場合、自分でなんかいろいろやったりするわけではないので、基本的にはディーラーさんフル任せ状態での車検含め、点検も含めての金額、順番に見ていきましょう。こちらが実際の明細なんですけれども、基本的に私、パックデメンテというですね、車検も込み、そして点検も半年に1回やってもらえるというね、プランに加入しております。このパックデメンテ入るか迷っている方もね、多いかと思いますけれども、基本的にオイル交換であったり、あとは定期的なメンテナンスというかね、点検、まあオイルの量の点検だったり、タイヤの空気圧、そのあたり含めてやってくれるというものですので、まあ自分で全部できるよという方はね、昔は私もね、オートバックスとか持って行ったりね、やっていたんですけれども、まあディーゼルのオイルもそこそこ値段しますので、まあそのあたり含めてね、全部ディーラーさん任せでいいかなということで、最近は本当予約していって、まあ 2,30 分待って対応というね、まあ手間も考えますと、パックデメンテずっとマツダアクセラの時からもう入っている状態です。もうだから10年ぐらいになりますかね。はい、そんな状態でパックデメンテ入ってますけれども、このあたりはね、自分でできる方は入らなくてもいいのかなと思いますけれども、何かあった時の対応とか点検の時も向こうから案内してくれますので、非常にまあ便利かなと思って利用しております。そういったパックデメンテ入った前提としまして、まず2年点検整備乗用車パックということで、こちらが 39,600円ですね。日常点検ということで、このようにね、ちょっと記録を後で簡単にお見せしますけれども、このような点検事項を全部ねチェックしていただいております。はい、ブレーキシステム清掃、ブレーキオイル交換料ということで、右側にありますのは技術料で、左側にあるのが部品代となっています。ブレーキシステム清掃で2750円、そしてブレーキオイル交換で2970円となってます。そしてブレーキフルード 0.1 リットルが1430円と、これが実質ブレーキフルード代ですね。はい、そして保安基準適合検査、エンジンオイル交換、このあたりはもうねパックに入ってますので、費用請求自体はされておりません。何が入ってますかと言いますと、ディーゼルエクストラスカイ D というモデル、 OW30 というオイルですかね。はい、これが 4.9 入ってます。ガスケット、あとオイルフィルターも交換です。カートリッジ、オイルフィルター、パックとなってます。まあ、これパックってなってるのは全部込みっていうことですね。そしてまあこれはね、入れる入れないあるんですけれども、まあ私は今回も燃料添加剤スカイアクティブ D 専用注入ということで、ディーゼルデポジットクリーン3300円、エンジン冷却水強化剤注入、クーラントプラスプレミアム150,1760円ということで、こんな感じですね。そしてパックデメンテ 18S プランというものにも加入いたしました。こちらが 85,800円です。これは車検ね、次回の車検込みプラス点検込みと、半年の点検込みというプランでね、 85,800円かかっているという状態です。まあね、点検系がこんな感じになってまして、続きまして2枚目です。ご制約サービス特典、これねパックデメンテを次にも入ると割り引いてくれるというもので、-2000円、そして技術料値引き、これなんでしょうね、220円引いてもらってます。そして今回ね、マツコネのバージョンを新しくしておいてくださいとお願いしましたので、マツダマツコネ、マツコネって言えば略されるんですね、この正式の見積書でも、マツコネ
CMU バージョン更新実施ということで 70.00351 というバージョンでしたが 70.00367 というものに更新されてます。ちょっとこちら何が変わってるのかっていうのは全く調べてないので最近わからないですけれども、以前はねマツダコネクトアクセラの時は出た時めちゃくちゃレビューしまして、マツダコネクトねボロクソレビューしてたわけですけれども、最近は正直ですねマツコネのナビ自体も使ってません。もうほぼね Google ナビ、Yahoo ナビをスマホをねスタンドに立ててナビゲーションしてもらっているという状況ですので、まあオーディオ類ですね、 Bluetooth 接続してのオーディオ類ぐらいしか使ってませんし、まあテレビとかもねほぼ全く見てません、 DVD も全く見てませんので、まあ最近はマツコネ新しくねしようという意識も薄れてきていました。やっぱりねカープレイ搭載しているモデルではないものですから、まあそのあたりね次購入する時があれば、まあこのあたりはね最新、まあ、ハードウェアの、ね、置き換えとかできるのかなと思ったんですけれども、ちょっとそこまではなというところで、カープレイとか最新の CX5 は対応しているのでスマホとねより連動できていると思うんですけれども、まあこんな感じでマツコネのバージョンアップお願いしてます。マツコネのバージョンアップももちろん無料でして、次に 5555RPCMU、 これなんでしょうね、無料って書いてます。これがなんかハード代って言ったらパーツ代、技術料、まあ両方無料でアップデートしてくれています。そして整備代の合計がこのように 43,100円、技術料の部品代が 6,490円ということで 49,590円となっています。そして、まあ、諸費用ですね、自賠責、印紙代、代行料、まあ、このあたりがかかってまして、このあたりが含め 34,210円という状況です。そして1と2を足しますと、はい、83,800円ということで、うち消費税が5,708円ですね。10% 対象がこの5,782円みたいなようですね。これの 10% ということで5,708円となっています。ですので、車検にかかる金額としましては、83,800円です。83,800円。ただ、実質83,800円のうちですね、83,800円、はい、すでに支払い済みの分が39,600円ありますので、今回の車検としましては、点検としましては 44,200円の支払いです。そしてただ次回のパックでメンテも加入していますので、プラスですね、44,200円プラス85,800円ですかね、次のパックでメンテ入りましたので 85,800円足しますと、はい、ちょっきり13万円ということで、まあ、次回の点検含め支払い金額としましては13万円という形です。このようにパックでメンテずっと継続してディーラー任せで入って点検と車検ね進めていく方に対しては、だいたいこのぐらいの費用になるのではないかなと思います。パックでメンテ 85,800円がね高いか安いかっていうのは、やっぱりねこのサービス自分でできるかとかね、まあディーラーとの関係性、そしてズボラでね点検とかねやらなくなるっていう方はね、やっぱりね入っておいてはいいのかなと思いますけれども、どうでしょうか。まあ実際なので、まあ10万円以内では CX5 もっと軽かなと思ったんですけれども、まあ普通に乗っていれば、まあもちろん初回ですのでね、レカパーツとかもありませんので、基本的なブレーキオイルとかそのあたりの、まあ、消耗品というかね消耗パーツだけで、あとは技術料の点検と自賠責等の、まあ、最低必要な金額になるかなと思います。では点検記録簿でどんな感じの点検してくれたのかっていうのを見ていきましょう。エンジンルームの点検ですと、パワーステの取り付けの緩み、そして冷却装置だとファンベルトの緩み、冷却水の漏れ、燃料装置燃料漏れ、このあたりのテストですね、チェックですね、光害発散防止装置等ですね、このあたりもガス漏れ等ないかというところですね、確認してくれています。点火装置、バッテリーの電気配線、ターミナルの緩みがないかというところのチェックです。これ、レテンがついているのが実施事項ですかね。はい、室内の点検、ハンドル遊び具合、ガタがないか、エンジンですね、排気ガスの色、はい、そしてブレーキペダルの遊び、ブレーキの効き具合、室内点検、パーキングブレーキレバー、パーキングブレーキの効き具合、クラッチはないので、足回りはホイールアライメント、ショッカーブソーバー、サスペンション、
ブレーキのマスターシリンダー、ホイールシリンダー、ディスクキャリパー、次にホイールはタイヤの空気圧ですね。そしてこれローテーションしてくれてます。これは嬉しいですね。これもローテーションするのはね、なかなか苦労かかりますので、自分でやるのは。はい、ローテーションもしてくれて、タイヤのすり度合いを、まあ、バランス取るというかですね、前後左右入れ替えるのかな、入れ替えるローテーションをしてくれています。ディスクブレーキ、ブレーキパッドの隙間とブレーキパッドの摩耗ですね。はい、あとは下回りの点検、エンジンオイルとかブレーキホース、このあたりですね。フレームボディの緩み破損、そしてプロペラシャフト、ドライブシャフト、ディフェンシャル、あと日常の点検です。このあたりはブレーキオイルだったり、バッテリーオイル、冷却水の量とかですね。はい、このあたり低速加速の状態見てくれています。はい、その他としまして、オイルフィルター、ガスケット、デポジットクリーナー、クーラントプラ、先ほど紹介した追加分です。今回提案されてやらなかったのはですね、バッテリーとバッテリー交換と、あとは下回りの塗装ですね。まあ山とかね、ガンガン行くわけじゃないので、下回りの塗装はまあいいかなということで、下回りの塗装は今回は省いてます。バッテリーはちょっと後でレポートがあるので、それを見て確認したいと思います。厳しい使われ方をする車の点検、これはあれか、レースの車とかですかね。はい、レースカーではないので、このあたりはないですね。86とか空いたのになるとこういうのあるのかな。はい、部品の交換は先ほど紹介した、このラインナップですね。こんな感じで、はい、点検をしてくれています。次は検査機器でちゃんとね、測定して検査してくれているものの、制動力であったり照明等のチェックですね。このあたりも実際ちゃんとやってくれています。以前ディーラーでね、検査してないみたいなニュースがありましたけれども、まあね、またちゃんとやってくれているだろうという、まあ、大前提でね、しっかりとこういったレポートが出てきています。どれぐらいの力ねかかっているのかみたいなところですね。ちょっとこのあたり細かい数字は私実際読めませんというかね、これが妥当なのかっていうのがよく分かりませんけれども、まあこのあたりは全部お任せです。前照と、まあこのあたりの取り付けの高さであったりというところ、後軸ですね、後軸しっかりとこのように測定してみてくれてますし、警告音のデシベルとかもチェックされてるんですね。しっかりとこのあたりの基準にのっとっているかっていうのは全部チェックしてくれています。あと目視検査もこのようにレテン打っているものですね、目視で検査をするという、まあこういったところを一個一個しっかりと見ていくというので、まああれだけの技術点検料がかかるんだなというところは、まあ工数考えるとね、まあ、納得できるところなのかなというふうには思っています。そして悩んで結局お願いはしなかったのが、バッテリー交換するかどうかっていうところですね。バッテリー交換するとなると、だいたいプラス4万円ぐらいになるということで、まあディーラーでバッテリー交換、そして CX5 等のね、大きいクラスの車体になりますと、まあそれぐらいかかってくるというところで、アクセルの場合は自分でバッテリー買ってね、持ち込み交換してもらった経緯はね、昔あるんですけれども、CX5 の場合はまだね、バッテリー交換いいかなということで、ちょっとレポートを見てからにしようというふうに思いました。で、今ね、現状としましてはテスト結果良好という状態なんですよね。このようにバッテリーの型式は S95 というバッテリーみたいでして、測定値だったりバッテリーの電圧、あと温度、このあたりの、まあ、結果としては良好というふうには出てますけれども、まあ、充電量としては 70% までこれ落ちているということですかね。あと健全性というのが SOH64% と書いてありまして、これがねギリギリなのかな、 64% ということで、まだねちょっとは持ちそうですけれども、そろそろっていう感じかなというところですね。バッテリー4万円なかなかですよね。このクラスのやっぱりバッテリーになると4万円というところと、あとはまあそのバッテリー交換した後もね、学習し直しとかね、いろいろ手順があると、以前も自分でウェブに載っているのでやろうかなと思ったんですけれども、まあね、何かあったらということで全部お任せにしたんですけれども、まあそれなりの作法でね、しっかりと学習値をリセットすればうまくねいくみたいですし、 A モンの学習値をリセットしないように電池つなげたまんまバッテリーをそちらの A モンの方の電池からね供給させるみたいなパーツもねあるんですけれども、
まあいろいろと考えるとディーラーでねやってもらったらいいかなというふうに思ってます。またね持ち込んでやろうかどうかっていうのはちょっと悩みどころですけれども、今回バッテリーレポートとしてはこんな感じの結果が出てきました。皆さんどうでしょうか。まあこの結果詳しい方も変えた方がいいとかね、何かありましたら教えていただけますと幸いです。ということでいかがでしたでしょうか。今回 CX5 の車検の金額どれぐらいかかったかと、それの内容をお伝えいたしました。今後 CX5 購入検討されている方、来年にはねモデルチェンジするんじゃないかということで、22年にねどうも数日前にこんな感じの CX5 になるんじゃないかと、 CX50 っていうんですかねになるんじゃないかとリークが出てましたけれども、まあ、今後検討されている方、まあ、どれぐらいかかるのみたいなところね、大きいからかかるんじゃないかと思われている方、参考にしていただけますと幸いです。また同じく CX5 乗っている方、もっともっとね高いとかね安いとか何かね情報あったら交換できますと幸いです。ということで今回私はパックデメンテ支払い分の金額を除きまして、点検車検 44,200円支払いました。そして次回のパックデメンテ 85,800円支払うことで、じゃんと合計13万円かかりましたという状況をお伝えいたしました。では何かありましたらコメントいただけますと幸いです。今回も見てくださりどうもありがとうございます。